どうもー、かげやんです。今週はね、スガキ屋ですね。スガキ屋のラーメンですね、和風豚骨ラーメンということで、このスガキ屋、こう知ってる人はまあ知ってるとは思うんですけども、僕最近はね、スガキ屋食べに行くことがあんまりないですけども、こう学生の頃とかね、中学生の頃かな、中学生の頃に近所のね、近所にあの光屋というね、スーパーがあったんですけど、そこの一番上4階やったかな、そこにこうスガキ屋があってですね、そこに食べに行くっていうことがこうありました。で、まあまあ、そこでこう、まあ安いんですよね。だから学生なんで金がないんで、安いラーメンをどこまでいいラーメンで食べるかっていうのをね、自分の中でこう葛藤しながらね、やっぱりちょっと金ないし、この普通のちょっとしたラーメンにするか、あの卵も肉も入ってる特製ラーメンやったかな、メニューの名前忘れましたけど、そういうラーメンにするかどうしようかとか、こう迷いながらね、よくこう食べていたのをこう思い出します。でちょっと懐かしいなと思って、ちょっとスガキ屋のこのラーメンを買いました。で、なるべくね、こう特製ラーメンに近づけたいなと思ったんでですね、チャーシューを買いました。チャーシューを買って、でもう切ったね、輪切りに切ったネギも買ってですね、ほんで卵はね、もうスガキ屋行って食べたことがある人は知ってるでしょうけど、あの生卵をね、直接ラーメンの、スープのところに入れるというね、そういうことなんで、今回は、だからラーメンのそのチャーシューとネギと、今卵置きましたけど、生卵をこう入れたラーメンだから、特製ラーメンに近づけて食べたいなということでこうしました、だからまあまあ、ほんで食べてみたら、やっぱりそのスガキ屋のあの味ですね、しっかり出てますね。あのスープの何とも言えない味、これがチャーシュー、買ったチャーシューですね。このチャーシューがね、結構美味しくてですね、次また買ってもいいなと思ったりしてます。コスモスに売ってたチャーシューなんですけど、ちょっともう味がついてるチャーシューで、なかなかこう、あ、うまいやんかということで、ちょっと家族もね、ちょっと美味しいね、美味しいんちゃうかみたいなことも言ってたんで、また買う感じになるんじゃないかなと思ってます。ほんで、ラーメンにはまあ、そのチャーシューを乗せる、まあ、ことになるかなというふうに思います。まあ、これは作らんでいいんで簡単ですよ。もう200円ぐらいです。200円ぐらいのチャーシューを買ってね、乗せるということ。で、ラーメン自体も2食で200円ちょっとぐらいの、価格やったと思います。だ1食で言うともうだいぶ安い感じでできますよね。今、チャーシューを乗せてます。で、ネギを乗せて、ネギもね、もう、自分で買って切ってもいいんですけど、その、切ったネギしかちょっと売ってなかった。たんかな、コスモスは切ったネギしか売ってないのと、まあ、切るも邪魔くさいんで、もうこれ100円ぐらいなんでね、でこの卵ですね、卵を割って入れるというところで、まあ、これで入れました。これでね、見ていただいて分かるんですけど、結構美味しそうですよこれ、なかなか。ほんで胡椒ですね、胡椒もついてる胡椒があるんで、スガキ屋のラーメンついてる胡椒、これですね、こういう感じでこう今回も美味しくいただきましたということで、今週は以上となります。ありがとうございます。